はい、というわけで、先日ね、復帰いたしましたスイちゃんなんですけれども、復帰までの間何があったのかみたいな話をね、ライブの配信の後にまたしていたわけですが、その中でですね、休暇中にしていたこととか、休暇中に喉の手術の後はどんな感じだったのかとかいう話を結構詳しくしてくれていたのですが、喉の手術後、ずっとね、喋れない状態だったんですね。回復するまで喋ってはいけないという状態だったんですが、その喋れない間に2回、喋れるようになってから1回ディズニーに行っていたということを報告。そして、喋れない時に行った時も、タワーオブテラーというね、タワテラという、絶叫があるんですけれども、そちらに乗ったよということを、告白しておりました。実は、こよりからも、リークがございまして、なんとですね、その喋れるようになってからの3回目のディズニー、こより一緒に行ってました。えへえへえへえこよりがもうマジで本当にディズニーに行きたすぎて、もう上に上まくりまして、行きたい、ディズニーに行きたい、行こうっていう話になって、スイちゃんとね、一緒に行こうってなりまして、他にも一緒に行くかってなって、なんとね、トア様とネネチーと4人で遊びに行ってまいりました。あ、デートじゃなくなりました。そう、異色メンバーで行ってまいりましたよ。楽しかった。めっちゃ楽しかった。だってね、もう喋れる状態になっている時だったんですけれども、今回も無言チャレンジするって言いながらね、無言で乗っておりましたね。その時にね、小百合もね、横にいたんですけれども、スイちゃんは、本当に全然叫ばず、無言でね、凛々しく乗っておりましたので、で、しかもね、この配信の中でも、そんなふうなことしていたけれども、お医者さんにはね、とても綺麗にすごいスピードで治っていました、もうめちゃくちゃね、綺麗に治っていましたよという風に言われてたということなので、皆さんね、安心していただければと思います。そう、実はね、そのスイちゃんの休暇中ね、一緒にバンドリさんのライブねに行ったりとか、まあ、これは行ってたまたま一緒になったっていう感じではあったんですけれども、バンドリさんのライブ一緒に見させてもらったりもしたし、焼肉も行ったりもしてたし、スイちゃんとトア様がね、うちに来たりしたっていうのも、トア様の配信でね、言ってたりとかしたと思うんですけど、そんなこともあったし、脱出ゲームも行ったし、なんか、スイちゃんが休んでる間に、なんかめっちゃ、そういえば、スイちゃんと遊んでたな、みたいなことをね、思いまして、なんかめちゃくちゃ、この休暇中にね、小百合も仲良くなりました。はい、ということで、お休みの間もスイちゃんと遊べて楽しかった。これからもよろしくね、あっぱれ。わおー、すげー個人的な話になりました。なんか今思ってみればめちゃくちゃ遊んでたなと思いましてね、すごい話しやすいんですよね、スイちゃん。はい、ということでですね、今後も仲良くしていこうと、仲良くしていきたいなと思っております。へへへへ。うわー。